ジョスは大抵山の麓にある草地をうろうろしてるわ。魔女の家を通り抜けていくらか進んだ先の右手側よ。それで町で何が起きてるの？詳しく教えて。殺戮だ。町は血の海だ。だから急いでる。心配いらないわ。おとぎの国では時間の進み方が違うわ。ここで1週間過ごしても外の世界には数分しか経ってないわ。気をつけて。タクシーよ。侵入者から守ること。あなたみたいだね。ユニコーンだわ。捕まえましょう。歩き回らなくて済むわ。私はピンクの方ね。すごい、ワクワクするわね。子供の頃を思い出すわ。俺は違うものを思い出すが。詳しく教えてくれる？悪いが断る。もっと早く。落ち着け。耳を貸さないで。全部嘘だから。ああそうか、狼少年だな。物語の通りだ。本当に狼が来てひどい目に遭うところもな。さて嘘つき君、ジャックに聞いたわ。彼の豆がどこへ行ったか知ってるそうね。何も知らないよ。ちっともさ。それより気をつけて、狼が来たよ。面白くなりそうだ。よし、やろうか。例えば君が赤い豆の行方を知ってるとしよう。豆がない場所はどこだと思う？誰かが飲み込んでないことは確かだ。そんなことだけはありえない。そうね。じゃあ豆を飲み込んでない人の中で一番飲み込んでないのは誰？人間さ。千のおとぎ話の国で一番人間らしいやつだよ。みんな、狼が来たぞ。逃げろ。青い豆がどうなったか少しも知らないんだろうな。知ってるか？知らないだろう。屋根も壁もないところに放ってあるって聞いたよ。そんな場所に見張りもいないのか？いない。3人はいないね。助けて、狼が来たぞ。黄色い豆のことだが本当に何も知らないのか？あれは確かとてもとても深いところにある。それはそれはもうとんでもなく深い地の底だよ。誰のところにあるの？ん？畑仕事をしてるハゲ頭のやつだ。誰かを待ったりはしてない人さ。ちっともね。みんな、狼だ。次にそれを叫んだらバラバラにして魚の餌にするからね。わかった？わかった、行こう。あいつと話すのが大変だな。彼が必ず嘘をつくことさえ覚えておけばいいだけよ。嘘というか本当の反対のことを言うの。これからどこへ？他のおとぎ話の登場人物と話してみましょう。もっと話の通じる人たちとね。そうすればジョスの言葉の意味がわかるかも。話せそうな相手はあまり多くないわ。赤ずきんに小豚とクマが3匹ずつ、もちろんゴルディロックスも、それに神長姫とマッチ売りの少女ね。分かった、行ってみよう。
子供の頃は夢中だったの。もちろん最初はね。でも子供は飽きるのが早いの。お姫様全員で集まってお茶会をすることすら結局退屈な習慣になってしまった。飽きた後はどうしたんだ。飽きるのために白鳥の巣に置いたのね。お姫様のベッドの下に置いたら豆が見えてくる。私服を披露してもらったわ。私に絡んでる暇があったら豆を探して。教えてくれ、君の物語は何だった？小さい頃はマッチを売ってたわ。でも誰も買わないから売り物を増やしたの。今は薬も葉っぱも素敵な品物がいっぱいよ。あなたは何が欲しいの？魔法の豆は持ってない。今持ってる薬の新しい呼び方じゃないとしたら持ってないわね。でも他のものでもいいなら。ちょっと、そのリボンどうしたの？私のよ。へえ。じゃあなぜ茂みの中に放り出しておいたの？見つけた私のものよ。リボン、なぜそんなに必死なのか教えてくれ。簡単な話よ。あれは私が子供の頃、アルトリウス・ビゴがくれたものなの。魔除けのためにね。結局効果はなかったみたいだけど。それでも大事なものなんだな。なんて言えばいいか。私、子供の頃の思い出がとても少ないの。あのリボンは何もかも今と違った懐かしい日々を思い出させてくれる。あのね、その感動のお話はどこか別の場所でやってくれない？お客さんが寄りつかなくなっちゃうじゃない。シアンナにリボンを返せ。なぜ渡さないんだ？教えてあげる。私がタダであげるのは最初の一服だけ。もちろんお得意さんになってもらうためよ。それ以外は全部有料なの。丁重に頼んでもダメか？丁重に頼むならリボンをかけてカードで勝負してもいいわ。よし、勝負しよう。勝ったらリボンをもらうぞ。期待しない方がいいわ。私にグエントで勝てるわけないもの。
へえ、やるじゃない。約束は守らなきゃね。リボンはあげる。ほら、もうどっか行って。そろそろ行ったらどう？何をだ？見返りに何が欲しいの？ただのおせっかいでここまでするわけないでしょ。見返りは求めていない。でも、そう、ありがとう。